皆さんこんにちは。一時期テレビでは見ない日がないほど大ブレイクしていた山口智光さん、グッさんの愛称で親しまれ、才能あふれるモノマネ芸人としてだけではなく、ミュージシャン、俳優、司会者など幅広く様々なジャンルで活躍していたのを覚えている方も多いでしょう。ところが最近では当時の活躍ぶりを思い出すと異様なほどテレビで見かけなくなってしまいました。インスタグラムやツイッターなどといった SNS もやっていないために近況が把握しにくいのですが、現在は何をしているのでしょうか。干されてしまったという噂はよく聞くと思いますが、そこにはダウンタウンが関わっているという噂もあるようです。しかもなんと巷では捕まって刑務所入りしているのではないかなどという噂まであるようです。これは一体どういうことなのでしょうか。芸能人はテレビへの露出が少なくなるととんでもない噂などがささやかれますが、その他にも山口智光さんには DV での離婚といった噂まで出てきているようです。そこで今回は山口智光さんが干されてしまったという噂と合わせて、逮捕説の真相、 DV での離婚などについてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。山口智光さんは芸人、タレントである一方で、そのマルチな才能を生かして俳優やミュージシャンとしても活躍し、様々な面を見せてきました。どうやらもともとはミュージシャンを志望していたようです。解散を発表したお笑いコンビ雨上がり決死隊の元メンバーである宮迫博之さんと組んだゆずのパロディデュオクズの楽曲はパロディでありながらも、オリコン1位を獲得しただけではなく、世界柔道選手権大会のテーマソングにも使用されるなど快挙を達成しています。ピン芸人とも思っている人も多いようですが、実は山口智光さんはピンではなくお笑いコンビどんどこどんのボケ担当です。しかし2000年代からはコンビでの活動はほぼなくなり、2006年には吉本興業のウェブサイトからどんどこどんのページが削除されたために解散宣言はされていないものの、事実上の活動休止あるいは解散状態とも取れます。ちなみに相方は平畑博士さんといい、あまり馴染みがないかもしれませんが、テレビにレギュラー出演している静岡県では吉本芸人の代表格として知られているほか、 J リーグや海外サッカーへの造詣が深いために芸能界一のサッカー通として知られています。かつては引っ張りだこだった山口智光さんですが、現在のレギュラー出演はというと、テレビ6本にラジオ1本のようです。かつてに比べると少なく感じますが、これだとテレビに出ていないとは言えません。なぜさもテレビから消えたかのような印象を受けているのかというと、ローカル番組への出演が多いことや、放映がゴールデンの時間帯ではないものが多いことからだと思われます。なぜローカルでの出演に力を入れているかというと、2003年に放送スタートした東海テレビ、グッサン家ザ・グッサンハウスの存在が大きいようです。今や長寿番組でもあるこの番組は名古屋のローカル番組で、静岡を除く東海3県、愛知、三重、岐阜の様々な場所を山口智光さんが散策するという内容。毎週土曜の夕方に放送されるこの番組がかなりの視聴率なのだといいます。始めたきっかけはというと、他の名古屋の番組で付き合いのあったディレクターと作家とプライベートでも頻繁に会うようになり、彼らが素のグッさんの面白さをテレビでも出せるようにしたいと思い立ってこの番組の制作に至ったのだといいます。テレビで見かけなくなったという声は山口智光さんの耳にも届いているようですが、本人はそれに対して2020年のインタビューで回答していました。アーティストの活動を例に挙げ、ヒットチャートに入っていなくても活動していないかというとそういうわけではなく、日本武道館でライブをやっていたりすると説明しており、僕の場合も今はローカル番組でやりたいことをできていると現在の仕事のやり方に満足している様子でした。一時期は大ブレイクしていた山口智光さん、2013年に惜しまれながら放送終了した芸人の芸人による芸人のための番組リンカーンなどでは数えきれないほどの笑いを提供してくれました。
やはり全盛期には毎日のようにテレビで姿を見ていたのに比べれば露出がかなり減っているのは事実ではあります。露出が少なくなってからも関西テレビの虹色寺院などにもレギュラー出演はしていましたが、こちらの番組も2020年3月で放送終了となってしまい、山口智光さんを見ることは減ってしまいました。実際に山口智光さんがテレビに出なくなった理由は明らかになってはいないようですが、ネット上では様々な噂が流れています。2019年には週刊誌フライデーによって山口智光はいい人だが真面目すぎてアーティスト気質なところがあるために番組撮影時のこだわりもすごいということを理由に番組制作側からは敬遠されがちだということを報じられています。さらに噂としてささやかれているのはダウンタウンとの不仲説です。先述しましたが、山口智光さんはリンカーンにレギュラー出演しており、人気コーナーまで任されていたにもかかわらず、ある日突然姿を消してしまったのです。挨拶がなかっただけでなく、交番のアナウンスもないままに何の前触れもなく突如として山口智光さんだけが出演しなくなり、集合写真からも消えていました。そして残りのメンバーすらもその交番に対して一切触れることはありませんでした。この事態が様々な憶測を呼び、メインキャストを務めていたダウンタウンとの不仲で辞めた、コスト削減のためコンビ出演している他の芸人ではなくソロで出演している山口がリストラの対象となった、虹色寺院と収録費がかぶってスケジュールがハードだったためなどといろいろなことが噂されていたようです。さらにリンカーン降板以降、ダウンタウンと山口智光さんの共演がなくなったためダウンタウンとの不仲説が加速したようです。本当にダウンタウンとの不仲だったとしたら芸能界の闇のようなものを感じてしまいますね。ところが10年の年月を経てついにダウンタウンと山口智光さんの共演が訪れます。それは2020年4月フジテレビ系バラエティ番組ダウンタウンの本音ではしご酒に山口智光さんがゲスト出演したのです。この際に双方の不仲説に触れそんなことはないと否定しており、松本人志さんは同じ事務所なのに全く顔合わさへんから会ったらぐっさーんってなるとも説明しており、対する山口智光さんもその別にダウンタウンさん嫌ってるとか僕は全くないんでめっちゃ好きですよと返していました。お互い不仲説があることについては知っていたのかもしれません。本当に何も確執がなかったのか、あるいは問題が起きてから10年という長い年月を経たことで解消されたのかは今となっては定かではないようですが、共演にほっとしたファンもきっと多かったでしょう。さまざまな噂が出てきてしまったようですが、そんな中山口智光さんにとんでもない噂がささやかれることになりました。それはなんと捕まって刑務所入りしているというものです。先にお伝えしておくと、この噂は全くのデマだったのですが、どうして山口智光さんが逮捕されたなどというデマが広がってしまったのでしょうか。その理由について調べてみると、いくつかの理由があることが分かりました。まず一つ目の理由としては、ご紹介してきたようにテレビ出演が減っていたからですが、こちらについてはもう説明は不要だと思います。そして二つ目の理由としては、なんと山口智光さんと同姓同名の人物が幼児の画像を所持していたことにより児童ポルノ容疑で逮捕されていたのです。この事件を知った人が同姓同名だったことで、お笑い芸人の方の山口智光さんが逮捕されたと勘違いしたようです。知名度も高かったためニュースをパッと見た人は混乱しますよね。ですが実際にお笑い芸人の方の山口智光さんが逮捕されたというわけではありません。これは山口智光さんもとんだ災難に巻き込まれてしまった形になりますね。ただでさえ同姓同名ということで嫌な噂がささやかれてしまった山口智光さんですが、なんと逮捕された人物との共通点もあったようです。というのも山口智光さんは大阪出身なのですが、この事件が起きたのも大阪でした。全国47都道府県ある中でこの不運にも重なってしまった
大阪という共通点まであったことで、お笑い芸人の山口智充さんが逮捕されたと、さらに勘違いしてしまう人が多かったのではないかと思われます。結局はただのデマのようで安心しましたね。さて、山口智充さんについて詳しく調べていくと、ヤフー知恵袋において山口智充さんの離婚の話が出ていたようなのです。その投稿された内容は、先日友人がぐっさん、山口智充さんって DV で離婚したらしいね、人は見かけによらないねとか言ってて、子供を大事にしてると聞いたことがあったので、というものでした。 DV なんてとんでもなく物騒ですよね。確かに調べてみると、山口智充さんの離婚の噂は少なくはないほどにささやかれているようです。もしかしたら本当に離婚しているということもあるのかもしれません。そんな山口智充さんと奥さんの出会いは、山口智充さんが芸人になる前だったようです。山口智充さんは一時期サラリーマンとして働いていたことがあるそうですが、その仕事を辞めた後に1990年に大阪で開かれた国際花と緑の博覧会に参加します。そして着ぐるみショーの出演者だった山口智充さんとスタッフだった奥さんが出会うことになりました。山口智充さんと奥さんはアルバイト同士で、他にも多くのスタッフがいましたが、奥さんは山口智充さんにとって一緒にいて楽しい相手だったといいます。山口智充さんと奥さんはきっと波長が合っていたのでしょう。2人は国際花と緑の博覧会が終わった後にお付き合いを始めますが、山口智充さんは吉本興業に入るために上京することが決まっていたので、遠距離恋愛をすることになりました。そして山口智充さんがデビューして1年後、26歳の時に2人は結婚しました。デビューして1年ということで、まだまだ山口智充さんの生活も全然安定していない時です。当時のことを山口智充さんはこう話しています。本当にゼロからでしたけど、不安要素はなかったです。一人で楽しいのが2人になったらマイナスになるわけがない、倍になるだけだと思ったんです。世間的に考えたら経済的な問題もあると思いますけど、自分が背負うんじゃなくて2人で協力するという考えだったので、一人で楽しいのが2人になったらマイナスになるわけがないという言葉はとてもポジティブで、こういった山口智充さんの考え方や生きる姿勢に奥さんも惹かれたことで結婚を決意したのかもしれません。しかし山口智充さんからのロマンチックなプロポーズはなく、結婚式も挙げなかったといいます。しかし山口智充さんと奥さんは入籍時には結婚式をしなかったものの、結婚20年目に結婚式を挙げたのだそうです。お世話になった人たちに感謝の気持ちを込めて結婚式を挙げたいと思っていた山口智充さん、ようやくそのタイミングが来たのが20年目の結婚記念日だったそうです。双方のご両親にも感謝を伝えることができたそうで、山口智充さんはこんなことも語っていました。あと何よりも良かったと思えたのが、子供たちに結婚式を見てもらえたこと。これが入籍のタイミングの挙式だったら実現しなかったことですよね。自分も妻もハッピー、子供たちもハッピーで最高の一日になりました。夫婦にとっても再スタートというか、改めて出発するポイントを作れたことがすごく幸せでした。この結婚式は2人にとって改めてお互いの存在を感謝する良いきっかけになったようです。結婚式で両親の幸せな姿を見ることができた、子供たちも思い出に残る嬉しい一日になっていたことでしょう。続けて山口智充さんと奥さんの子供についてもご紹介していきます。山口智充さんには長男、次男、長女の3人の子供がいます。長男は2018年時点でもうすぐ20歳ということだったので、現在は25、26歳ぐらいでしょうか。山口智充さんは長尾さんの誕生の時に立ち会えて喜びの涙が止まらなかったそうです。2人目3人目の子供が生まれた時も最初の子供の時と全く同じ喜びだったそうで、子供さんたちの生まれた日付の新聞や雑誌を買い漁ったのだといいます。子供たちに対しては自分の背中を見せることが一番のしつけという山口智充さん。
自分ができていないと子供に言うにも説得力がないですよね。子供がいることで自分も姿勢を正せるところはあります。とはいえ完璧な姿を見せるというわけではなくて、だらしなかったりどんくさい時もあるんですけど、目の前に壁が現れた時は逃げるんじゃなく乗り越えたい。どうやって乗り越えるのか、必死で手段を考えて向かっていく背中を子供たちには見せたいです。子供さんたちが親元を離れても、山口智光さんが手本として見せてきたことは、いつまでも子供たちの中に残り続けることでしょう。テレビなどへの出演は、確かに減ってしまっている山口智光さんでしたが、NHK 調の連続テレビ小説、舞い上がれ、に出演した際には、大きな話題になっていましたが、たびたび NHK の番組には、出演しているようです。山口智光さんはシーっての出演も多く、東急リバブル、ミツカン、オートバックスなどのシーでもおなじみで、中でも東急リバブルのシーは山口智光さんが最初に起用された2014年7月から2022年10月まで長期にわたっての出演していたので、記憶に残っている方も多いかもしれません。何はともあれ干されていることもなさそうで、ファンとしては安心できることが分かりましたね。いかがだったでしょうか。芸能人ということで、くだらない噂やとんでもない噂がいくつも出てきてしまうと思いますが、実際に本人が表に出てきて語らない限りは、ネガティブな噂は立ち続けるものだと感じます。ですが今後もいろいろな分野で山口智光さんの活躍を見ていけそうですね。これからの山口智光さんの活躍に期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。